今日は柏島の後ろの浜6番でダイビングです。柏島にこんな人工魚礁のあるポイントがあったんだ。柏島でも特に透明度が良い日じゃないと来ないポイントだって言ってた。魚礁の中に住んでる生き物を観察するんじゃないの？それだったらそんなに透明度良くなくても楽しめそうだけど。確かに。けど理由聞くの忘れた。アボカドダイビングチャンネル。理由はわからないけど、透明度はいい方がいいに決まってるよね。透明度悪かったらこの大好きなサザナミヤッコも見つけることできなかったって言いたいんだ。うん。けど改めて動画見ると浮遊物が多くてめちゃくちゃ透明度いいわけじゃない感じもするね。けど透明度良くないとイサキの群れもこんな全体を見ることできないよ。緑っぽく映ってるのは GoPro のせいじゃない。 GoPro には散々楽しませてもらってるから悪口言いたくないけど、そろそろ天だと限界かな。毎年各社新しいの出してきてどんどん性能良くなってるみたいだね。それはそうと、今のところ単なるイサキの群れじゃん。イサキもこれだけ群れてると迫力あるけど、なんだかんだ言って地味じゃん。美味しそうな魚じゃん。全然うるさいなって思ってたらカラフルな魚来た。梅色もどきだよね。沖縄に来たみたい。けど沖縄じゃイサキは見ないよね。要するに本州と沖縄を足した感じということで OK？ 足すだけで2で割らないの？いいんじゃない。本当は足すことも割ることもできないんだし。梅色もどきにツバメを、そしてイサキに次はカマスだ。柏島ってマクロ天国のイメージあったけど、こんな感じでワイドも楽しいよ。しつこいかもしれないけど緑っぽく映ってるのが残念。本当、本格的に買い替えを検討し始めた。オズモアクションにインスタ360、GoPro 以外でもワイコンつけられる機種が増えているから、もう GoPro にこだわらなくてもいいよね。いずれにしても、選択肢が広がるのはいいこと。ダイビング終わって、動画見返したら、緑色。がっかりだもんね。全は急げだ。本当に買い替えよう。そういえば、前に新しいライトを買うって言ってなかった？うん、言ってたね。買ったし。なんなら、この動画もそのライトを使って撮ってるよ。で、使ってみてどうだった？悪くはないけど、今までの安いやつでも良かったかな。あの時は衝動買いみたいだったけど、ダイビング3本分ぐらいの金額だっただろう。カメラはもっと高いから慎重に選んだ方がいいと思うよ。カメラは、評価している動画たくさん上がってるじゃん。ちゃんと下調べした方がいいよ。忠告ありがとう。冷静になって考え直します。付属品の類まで揃えたら10万円ぐらいになるもんね。毎年新商品が出てどんどん性能良くなっているみたいだからいずれ買い替えるんだと思うけど。今の GoPro とあんまり変わらなくない？となったら悲しいもんね。このライトもまだ使い慣れていないからだと思うけど、性能を使いこなせてない感じするよな。ライトの比較動画は見たことないから、いけー。って勢いで買っちゃったけど、カメラは比較動画ありそうだもんね。冷静になったところで、柏島のダイビングの話に戻ろうか。そうだね。柏島はワイドもマクロも楽しめるって言ったけど、マクロ好きの人の方が多いのかなと思う。けど、この後ろの浜6は、ワイド向けだった。さっきのウミウシも、大きかった。10センチぐらいあったんじゃない？いろんな魚が元気に群れてたし、じっくり腰を据えてカメラ撮影している人はいなかったと思う。そういう意味では、柏島らしくない、特徴のあるポイントなのかもな。そうかもね。後ろの浜6。興味がある人は、ショップにリクエストしてみてね。ご視聴ありがとうございました。